Discoveries。早見沙織がお送りしています。Memories and Discoveries。ここからはクラシック音楽の魅力を紐解くクラシックプレイリスト。週替わりで登場していただく選曲家の皆さんがクラシックの楽しさ、美しさをリコメンドしてくださいます。今週ご登場いただいているのはクラシックライターの板倉茂雄さんです。板倉さん、おはようございます。おはようございます。今週は作曲から100年、プーランクのバレエ組曲、メジカを聴くというテーマで選曲していただいています。2日目、今日紹介していただける曲は何ですか？はい、今日はプーランク作曲、バレエ組曲、メジカより第3曲、ラグ・マズルカをお聴きいただきます。まずは曲について教えてください。はい、ラグ・マズルカっていうとですね、はい、まあ、ラグっていうのは、要するにラグタイムミュージックなんですよね。ちょうどやはりその20世紀の頭ぐらいにアメリカのまあ黒人たちがですね、はい、生み出した音楽で、非常にこう力強いリズムを持った速いダンスミュージックっていう感じの曲なんですよね、はい、でマズルカっていうのはポーランド由来の民族舞曲なんですよね、はい、で、まあ、ショパンのマズルカなんか非常に有名ですけれども、はい、まあ、3拍子系の音楽で、これもテンポ早いんですよね、うん、でラグは一応2拍子系というか4拍子というかですね、こう行進曲調で、はい、あとそのマズルカはこれも本当に早いんですよね、それが融合した曲調を持ったという、だからすごく激しい、速い、しかも明るく楽しい、すごい、じゃちょっと涙もあるみたいな、いろんな音楽的要素だったり表情だったりがもう聴ける曲っていうことなんですね。目まぐるしくこう移り変わっていく曲で、すごい、はい、まだ表紙も変わっていくってことです。変わってきますね、はい、ラグとマズルカをボンってこう、そう、組み合わせて、さらにいろんな要素も入っていて、そうなんです、すごい、ちょっと具体的にこう指摘するの本当にどんどん移り変わっていくので、どこっていうのが言いづらいんですけど、はい、ショパンのポールデーズ第5番もですね、ちょろっと引用されたりしてですね、へー、すごいですね、本当にこう面白いことやる、これ2分45秒ぐらいなんで、時間計って聞ける方いたらですね、あ、ここだっていうふうにですね、思っていただければと思うんですけれども、はい、でやっぱりこうピンクの衣装なんですよ、ここ踊るところも、だからピンクの本当にこう可愛らしい衣装で男性的な踊りを踊るっていうこと、はい、でこうジェンダーを超えたみたいな、やっぱりメッセージも込められてみたいなんですね、まあ、しかも世界も超えちゃってる、国境も超えちゃってるわけですね、そうですね、アメリカの音楽入ったり、ポーランドの音楽入ったり、でしかもプーランクはパリの人だし、すごい、いろんな要素を超えて一つになっている楽曲、ね、そして指揮はロジャデソルミネールさん、素敵な、本当にハンサムで、ね、かっこよくて、しかもバイオリンの指揮者も務めていて、はい、まあ、ちょっと物悲しい話も実はここで紹介したいんですけど、はい、実はこれデゼルミューにとって最後の録音になってしまったんですね。まだ52歳ぐらいだったんですけれども、ね、はいはい、この後自動車運転中に脳卒中でですね、はい、で、まあ、一命は取り留めたんですけども、ちょっと言葉を失ってしまって指揮活動ができなくなってしまったっていう、そうなんです、その後11年後に亡くなってしまうんですけれども、まあ、裏にはそんな悲しい物語があるんですけれども、はい、音楽とか演奏は本当にもう、なんていうんですかね、目まぐるしくて楽しくて明るくて激しくて、で、まあ、そのショパンのところなんかちょっと物悲しく、ちょっと単調に転調したりしてですね、もう聴いているだけでもいろんな要素が、本当万華鏡みたいな曲ですね、はい、すごい、じゃちょっとその移り変わりが聴きどころですかね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速曲に行きたいと思います。板倉さん、改めて曲紹介をお願いいたします。はい、プーランク作曲、バレエ組曲、メジカより第3曲、ラグ・マズルカ、ロジェ・デズルミエール指揮、パリ音楽院管弦楽団の演奏でお聴きください。
送りしたのはロジェ・デゾルミエール指揮、パリ音楽院管弦楽団の演奏で、プーランク作曲、バレエ組曲、メジカより第3曲、ラグマズルカでした。すごい目まぐるしいですね。でもかっこいいですね。そう、かっこいい。どんどん本当に曲奏が変わっていくんですけど、はい、だけど本当音楽流れるような感じで、はい、一切継ぎはぎした感じがないんですよね。そうですね。伺っていた、もしかしたらリスナーの方も測って聞いていらっしゃった方いらっしゃったかもしれないんですけど、2分45秒あたりのバンバラバンバラバンバン、はい、ここでスッて差し込まれるショパンのボロネーズ、すごいですね。まあ僕もね、初めて聞いた時は全然気がつかなくて、はい、解説書にあるのを聞いて、ああそうかみたいな感じがしたんですけど、あまりにも自然に流れていって、ね、もこれをこの音楽でステージでこの踊って表現するっていうのもすごいことなんだろうなって思います。すごいですよね。これだけ変わっていくのは、またそれについていかなきゃいけないっていうのがすごいな。まあ、当時の本当最先端、まあ、バレエのその技術としても多分最先端で、まあ、バレエリュスのそのバレエっていうのは本当難しかったらしくて、たまにバレエリュスの出し物で古典をやると、今日は簡単だねなんてみんな言い合ったらしいですよ、ダンサーたちも。いつもが難しすぎて。いつも難しすぎる。最新すぎたんですね。もうこの演奏するのも大変そうですもんね。そうですね。本当に目まぐるしい。これね、まあ楽院の方はまあ一応パート4なんで、そんなにしょっちゅうめくらなかったかもしれないんですけど、指揮者なんか、豆腐持っててね、アンプしてなかったら、ボン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 変えていかなきゃいけなくて、ページ。すごい。ひたすらみんながもう曲を一生懸命こう演奏してる姿が浮かびますね。もう本当にかっこいい、テンポ感が素敵な曲ですね、はい、素敵ですね。ありがとうございます。板倉さん、明日もぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。メモリーズディスカバリーズ、早見沙織がお送りしています。メモリーズ&ディスカバリーズ。